カトリック・ロビンソンはフロリダ州マイアミ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューオーリンズ・セインツに所属している。ポジションはコーナーバック。高校時代はワイドレシーバーとしてプレーした。高校2年時には32回のレシーブで491ヤードを獲得 6TD8 インターセプト。高校3年時には 10TD11 インターセプトを上げた。 大学入学前、ライバルズ .com からは、4つ星、全米で16位のコーナーバックに評価された。フロリダ大学、ミネソタ大学、フロリダ州立大学からオファーを受けた、彼は、フロリダ州立大学に進学した。1年時の2006年、左コーナーバック、トニー・カーターの控えとして12試合に出場し、11、タックルを記録した。クレムゾン大学戦では、 トライフォーポイントをブロック、カーターのリターン TD につなげた。2年時の2007年、先発5試合を含む12試合に出場し、27、タックル、大学記録となる5試合連続インターセプトを挙げて、6インターセプトを記録、アトランティックコーストカンファレンスのオールチームに選ばれた。3年時の2008年は、8試合の先発を含む9試合に出場。 26タックル、1インターセプトであった。2009年には、自己ベストの52タックルを上げた。2010年の NFL ドラフト一巡で、ニューオーリンズ・セインツに指名された。7月29日、セインツと5年契約を結んだ。2012年11月5日のフィラデルフィア・イーグルス戦では、マイケル・ビッグのパスを、インターセプト、99ヤードのリターン TD を上げて、 ダレンシャーパーのチーム記録に並んだ。ありがとうございます。